オラルはカザフスタン共和国の都市。西カザフスタン州の州都で人口はおよそ20万人。ロシア語ではウラリスクと呼ばれる。ラテン文字表記はオーラル、またはロシア語に倣ってユレルスク、ウラル SK。ウラル川とチャガン川の合流点に位置する。ウラル川の西側にあるため地理的にはヨーロッパに区分される。1613年、コサックによって建設され。 ヤイツクと呼ばれた。ウラル川は当時、ヤイク川という名前で、それにちなんだ。ヤイツクのコサックが、ステンカラージンやエメリアン・プガチョフの反乱に加担したため、1775年、エカチェリーナ2世は、川の名を、ウラル川と変え、町の名も、ウラリスクに変えた。プガチョフの乱では半年にわたって包囲され、エカチェリーナ2世の軍は、オレンブルクを奪還した後に、 ウラリスクをやっと脱回した。ウラル山脈とカスピ海の間をウラル側の橋系を使った交易の中心地となる。アレクサンドル・プルシキンは大尉の娘の執筆調査で1833年にこの町を訪れた。ロシア革命時にはコサックに包囲されミハイル・フルンゼの防衛軍が死守した。1991年カザフスタンが独立するとオラルの名前となった。 現在は住民の72%がカザフ人である。ありがとうございます。